皆さんこんにちは。今日も山菜採りの動画なんですが、いつもより標高が高めの沢沿いに来てます。ご覧の通り場所によってはまだ雪が残ってますね。でも天気にはかなり恵まれてて本当にすごくあったかいです。ということで早速見て回りたいと思います。この辺吹きのとうがめっちゃ生えてる。これなんてまだ開いてすらないですね。でも今年は十分堪能したんで今回はスルーです。この辺も吹きのとうがそこら中にある。ここにもありますね。お、これ小さいわさびですね。天然のわさびです。ここにもうちょっとデカめのやつがありました。それでも先日採取したものに比べたらかなり小さい。花も出てないですし、葉もまだほんとスミレくらいのサイズ。もっともっと大きくなりますからね。これは残しておきます。待って、これとかめっちゃでかいよ。何このサイズ。それにすっごいまん丸で、こんなに完璧な吹きのとう今までにないっていうくらい綺麗です。サイズ感わかりますかね。動画じゃあんま伝わんないんですけど、ほら100円と比べてもこのサイズめっちゃでかい。なんかこういうの見ると撮りたくなっちゃいますよね。でも今日は天ぷらしないんでスルーです。ほんとわんさかあるね。これもめっちゃ綺麗だよ。ほら、粉はちょっと開いてるけど、ほんといくらでも生えてます。来年はここで撮るのもありかもしれないです。おー出てる。これはシャクという山菜。人参のような葉っぱをしてるんで山人参なんて呼ばれたりもします。葉っぱをちぎって切り口の匂い嗅いでいただくと、あーすごい爽やか。他の山菜にはない香りがするんですよね。セリとかウドとかそういうのをごちゃ混ぜにしたような感じ。無難なのは天ぷらなんですけど、刻んでご飯に混ぜたりとか、まあおひたしでも食べれますね。ただしこの葉っぱ、毒草の紫ケマンやキケマン、あと毒人参や毒ゼリなんかと間違えることがあります。慣れるまでは取ったやつ一本一本香りを嗅いで確認してください。そうすればね、誤食することはまずないと思います。これかなり小さいですけど、大きくなると糖が立って白っぽい花が咲きます。割と綺麗です。でも毒草の毒人参や毒ゼリなんかも似てるんで気をつけてください。やっぱり肝心なのは香り。慣れたらね、見た目でもパッとわかるようになります。このシャクの隣に生えてる植物、これアザミです。アザミも何種類もありますけど、自分はちょっとアザミの細かい種別まではわからないです。アザミは結構トゲトゲしくてなんか近寄りがたい感じがしますけど、意外にも癖がなくて美味しい山菜です。ただトゲが結構厄介でね、若いうちはそこまで痛くないんですけど、もうちょっとでかくなると素手では触れないくらい痛いんで、取るときは軍手してた方が無難です。茎と穂先で分けて使うこともできます。茎は主に煮物とかにして、穂先は天ぷらにすることが多いです。まあでもこれくらいの若いやつだったら厳密に意識しなくても美味しく食べれるんじゃないかなと思います。この湿地に大量に群がってる植物、これ野生のクレソンです。水気がたくさんあるような場所を好みます。ここは結構水がきれいな場所なんですが、生活排水が流れ込むような汚い場所でも普通に育ちますね。このようにとんでもない密度で生えるんで、他の植物の成長を妨げる恐れがあるとして要注意外来生物とされています。一方でクレソンは美味しい野菜としても馴染み深いと思います。このようにクレソンをかき分けて太い茎を見つけます。そしてこれをパキッと折り取ります。ほら、こうするともう完全に野菜ですよね。匂いを嗅ぐとちょっとわさびに似たような香りがします。これはね、クレソンやわさびに含まれているシニグリンという物質が元となっています。クレソンに含まれる辛味成分は唾液や胃酸の分泌を促し、食欲増進につながると言われています。健康にいいのはもちろんのことなんですが、野菜として親しまれているだけあってすごく味がいいです。一般的にはステーキの添え合わせなんかが多いかなと思うんですけど、普通におひたしとかでも食べれますし、そのまま生でサラダにしたりとか天ぷらとか、ほんといろんな食べ方があります。まあそんな便利な草なんですが、ここに大量にありますので今から取っていきたいと思います。クレソンはね、ほんと無限に生えてくる植物なんで、容赦なくどんどん取ってもらって大丈夫です。結構根っこは簡単に抜けてしまいます。クレソンはね、外来種としての側面もありますから、別の場所に持ち込んだりとかそういうことはしない方がいいと思います。
ちは冷蔵庫に入れて取っておきます。今日はこちらを使います。今回はクレソンのサラダ、あとクレソンとシャクとアザミの肉巻きを作ってみました。いただきます。まず肉巻き、どれがどれなんだろう。多分これはクレソンだけ巻いたやつ。すごいシャキシャキしてる。これは美味しい。豚肉とクレソンの相性がやばい。じゃあ今度はこれ、多分これアザミ入ってんじゃないかな。うん、アザミの茎がすごいザクザクしてて、ほんのりごぼうっぽいような香りがする。これね、アザミ特有の風味でちょっとごぼうっぽい味がするんですよね。新芽のトゲも全然気にならなくて、本当食べやすかったですね。アザミはありかも。まあちょっと大きくなったやつはわからないですけど、個人的には茎を使う方がおすすめ。お先は正直ね、クレソン入れてるとわからないです。じゃあ次はこの真ん中のやつ。これは普通にただのクレソンのやつでしたね。普通にうまい。今回塩コショウで味付けしましたけど、ポン酢かけてもうまいと思います。じゃあ今度はおそらくこれはシャクが入ってます。こいつを食べよう。あれ、こいつシャク入ってない気がする。なんでだろうな。シャクって結構香り強めで天ぷらでも消えないんですけど、一番最初のやつかな。でもそんな変わった香りしなかった気がする。ちょっとこっちも食べて確かめてみます。これは多分全部入れてるやつ。アザミはすごいきますね。全部食べたんですけど、結局シャクの香りしませんでした。ちょっと残念な結果になりましたね。シャクはあんまり長時間加熱すると良くないのかもしれないです。今回蒸し焼きみたいにしてたんで、それの影響でもしかしたら香りが飛んじゃったのかも。まあもともとシャクって香り強いんで、そんなにたくさん入れない方がいいんじゃないかなと思って今回少なめにしたんですけど、これはびっくり。逆にシャクが全く感じなかったっていう。勉強になりました。今度はね、肉巻きみたいに長時間加熱するものには使わないようにしようと思います。それかもうシャクオンリーで肉巻き作っちゃうか。それもありかも。うん、今サラダを食べる前に添え合わせの生のクレソン食べちゃったんですけど、すごい爽やか。本当に加熱した時のクレソンとはまた全然違います。ご飯は食べきっちゃって、そろそろサラダに移りたいと思います。じゃあサラダいただきます。肉料理を食べた後にこういうさっぱりしたサラダがあると嬉しいですね。うん、いいっすね。いや、うまい。クレソンを加えることでサラダがちょっと爽やかになります。レタスだけじゃこの味は出ないと思います。うん、うまい。ごちそうさまでした。いや、うまかったですね。生のクレソンは本当にさっぱりした感じで、サラダにちょっと加えてあげるとすごい爽やかになりましたし、肉巻きの方はね、なんか豆苗みたい。辛味は完全に消えて、ほんと食感を楽しむ感じ。ある意味使い勝手がいいですよね。豆苗のレシピをこうやってクレソンに置き換えても全然使えると思います。あとアザミもうまかったですね。いつ食べてもやっぱりあのごぼうっぽい味、あれがもう最高です。シャクの方はちょっと残念ながら香りが消えちゃいました。多分今回は過度な加熱が原因だと思うんですけど、どれくらいの時間であの香りの成分が抜けちゃうの
のかっていうのはまだ全然わからないんで、ちょっとまたいろいろ調べてみたいと思います。それでは本日の動画はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。